こんばんは、山城慎吾です。今夜はもう底抜けの活劇、ファイナルミッション怒りの野獣戦士という作品をご覧いただきます。まあこれは皆さん、あのシルベスタ・スタローンで、大ヒットしたランボーですね。ランボーの焼き直しだと思っていただけたらいいんです。まあそういう言い方すると、始まる前からそういう言い方するとテレビ局に叱られるかもしれませんが、それを徹底して、そのアリューとしてパロディとして作ってるところが、もうここまで堂々とこのランボーを作られたら、我々もう最後までどういうふうになるのか、よくここまで模倣したなと思うぐらい、よくできております。アクションはなかなかなもんです。こういったコピー級作品も結構楽しいもんですね。シチュエーションも全く同じです。ベトナム戦線で活躍した一人の英雄、それと祖国を撃った裏切り者と二人の男が12年経ってスワットとして、活躍した、つまり、特殊部隊としてですね、勤務してます。その二人の話、それからかつての上官が出てくるという、アクション映画、こうランボーの図式そのままでございますけれども、これ手抜きなしに、これはランボーのアリューなんだということで徹底して、ランボーに近づこうとして作っているところは、むしろ好感の持てる作品です。懐かしやジョン・エリクスンなんて、昔あのラプソディという映画で、エリザベス・テイラーの相手役をした俳優さんが後々、出てまいりますけれどもね、僕はとても懐かしかったで、えらい老けよったなって感じがいたしましたけれども、ごゆっくり今日は、底抜けの活劇をご覧になってください。いかがでした皆さん。このリチャード・ヤングという主演の俳優さん、もう経歴は詳しくは知りませんけど、なかなかこう魅力のある俳優さんですね。僕こう注目してどっかに記憶に留めておきたいと思いますけれど、僕最近好きなのはこの俳優さんも割に好きだったトム・ベレンジャーという、役者が割に好きでこう注目したりなんかするんです。そういった B 級作品の中から注目の役者さんをこう目につけておく、それがだん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 ビッグな作品に出てくるようになると我がことのように嬉しい感じがするんですけれども、この上官となって最後に説得しに出てくる場面、全く乱暴でしたよね。これがさっき僕お話したジョン・エリクスンって、かつてちょっとエリザベス・テイラーの相手役もするぐらい売れた俳優さんでした。こういう懐かしい顔にと出会うところが、こういう、娯楽映画の楽しさ。彼らその間ほとんど空白のように何も我々の目に触れてなかったんだけど、あ、まだ役者をしてくれたんだなと思うと嬉しい感じがいたします。ただ僕アメリカ映画見てて思うんですが、ベトナム帰りっていうことで、ベトナム帰りというある種の偏見でもって、大概のことを台本の不備、脚本に描かれてなかった人間性みたいなものを全部片付けてしまうと、例えば非常な残虐な行為をした、あ、彼はベトナム帰りだからっていうことだけで説明済ましてしまう、変質的な殺しをやった、これはベトナム帰りだから、それで全て納得させてしまうみたいな活劇映画のこうイージーさっていうのは非常にあるような気がして、その辺が面白く、もっともっと本当は根が深いもんだったんでしょうが、アクション映画のベトナム帰りってことでかなりイージーに利用されている部分があるような感じがいたします。さて来週は悪魔のワルツ、ジャクリン・ビセット主演の作品です。お期待ください。ブラボー、おめでとう、実に素晴らしかったぞ。いやどうもありがとう。なるほど、ダンカンの言った通りだ。いやどうも。いやお見事、感心したよ。恐縮です。どうも。ひどかったかい。いいえ、神様があなたに乗り移ったみたいだったわよ。そんなに良かったかい。マイルズ、この調子ならあなたも努力次第では立派な小説家にもなれるんじゃない。いやそいつはどうかな。なんだか頭痛がしてきたわ。薬もらおうか。もう帰りたい。おやすみ。車まで送る。おやすみ。おやすみ、ロクサーナ。それじゃあ近いうちにまた。ああ喜んで。ロビン、お座り。ロビンって名でね、とても美しい犬だろ。ロビン、マイルズ君の奥さんを紹介しよう。今夜は偽ランボーをご覧いただきました。また来週お目にかかりましょう。さよなら。